こんにちは、レオックの三浦です。今日はですね、和室を見ていただきます。どうぞ。玄関ホールから、すぐに和室に入ることができます。こちらは仏間ということで作っております。しかし従来の日本の和室っていうのは柱が出たり、鴨居、投げ石が出たり、床の間があったりということで、非常にゴテゴテして、普段あまり使わないような和室に仕上げるケースが多いんですが、ここはですね、割とシンプルに機能的に作りたいというご要望がありまして、壁はほとんど洋間の作りと同じなんですね。でそこに畳を敷いているという形になります。で、従来ですと、ここ仏壇を置く場所なんですが、だいたい日本の和室だとここに床柱があって、床が違って、ここが床になるというような形が多かったんですが、本当にもうシンプルにですね、明かりを取るために窓をつけて、それから少し物をしまいたいということで地袋ですね、ここにちょっと収納ができるようになっております。こういう形でですね、奥の壁だけちょっとポイントで色をつけております。こんな形でシンプルに作っていきますと、本当に機能的で、従来の慣習にこだわらずに使いやすい和室が、今風の和室が出来上がるというふうにですね、このようにリフォームリノベーションの頻度がたくさんありますので、こちらをご覧ください。